見てごらん、白くなってツルツルなるんだよ。本当だ、本当だ。細かいところの力があるんで。じゃあお願いします。おお、すごいすごい。おお、割れた。助かるね。すごいじゃん。すごいよ。心の本気の技が見せた。今日はここの草むしりをしていきます。こっちは廃材コーナー。イベント続きだったから放置したら森になりました。来ました。本当だ、草刈り機だ。カマキリの赤ちゃん、かわいい。いきなどこだぐじゅってんじんデブちゃん、タキいた。よく笑おう、デブちゃん。怒ってんだよね。かまってくんないね。今日はヘビイチゴを収穫します。ヘビイチゴってどれですか？この赤いやつです。これを収穫していきます。イエーイ。生で食べると全然味も素っ気もなく、スポンジ食べてるみたいな食感です。なんか表面ふがしみのふみたいな。はい、どんどん取ってって。こんないっぱい取れました。全然取れない。これはジェラートにして混ぜましょう。美味しそう。うん、美味しいんじゃない。取れたのは 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 個です。なんで？次はシミビーを取っていきます。マスタード作ります。今日はシミビーが黒くなったんで、豆が開いてない今を収穫してマスタードを作ります。美味しそう。イエーイ。美味しいよ。じゃあ心にこの仕事してもらおう。全然カタツムリやって。久しぶりに見たな、カタツムリ。くっついてんだよ。何？置いてごらん。カンキ、昔ママ昔釣ったって、ママが子供の頃いっぱいいたんだよ。ほんと最近見ないもんね、このぐらいのサイズ。触ってもいい？いいよ。触ってごらん。硬いだろう。それ潰しちゃダメだからね。いやばあちゃんこれね、ちっちゃい時食べてたんだって。ここにいた。わっ、葉っぱが。早く直してあげて、葉っぱ。ほんとだ。手でやった方がいいんじゃない？手で反対にすれば？違うよ、何やってるの？違う、手で葉っぱひっくり返して。ちょっとドキドキしてんでいいね。おぉ、なにそんな声してるの。おっ、いつも汲んでる水のよく乗ってるやつの下です。本当にね、下仁田お水が綺麗なの。台風の翌日だけど、すごい透き通ってる。
大きい岩の上に乗ってます。いくよ。綺麗だね。顔見してください。カチカチってかっこいい人の、かっこいい。早く行ってらっしゃい。気をつけて。お、かっこいい。ピシッてしてます。じゃあ失礼します。行ってらっしゃい。気をつけな。なんちゅう、キー気をつけてね。ちゃんとパパ捕まってるんだよ。かっこいい。大丈夫か。大丈夫。いってらっしゃい。かっこいいなお兄ちゃん。バイバイ。いってらっしゃい。で気をつけてね。捕まって。どういうの？いや、やだ、誰？うちの旦那じゃないでしょうね。無理はできないよね。